じゃこんにちは。さあ、はい、田中将大投手が日本球界に復帰というニュースがもう入ってきてから連日ずっとです。明るいニュースだからね。そうですね、まあ、コロナで暗いニュースばっかりでさ、はい、やっぱマー君のニュースは俺ほんと嬉しかったね。いや日本中が、うん、まあね嬉しいっていうか、いや、ま、なんかまさか戻ってくる、うん、こんいや俺は予想してたよ途中から、うん、やっぱコロナの影響でさ、はい、メジャーリーグ自体が年俸カットでしょ、はい、37% しか支払われないっていうようなさ、まあそういうことから考えると、はい、まあ、FA 市場に出ても、うん、多額な金額で契約っていうのはそんなに考えられないしさ、はい、で向こうの今年の主流がトレードになってるんだよね、はい、でヤンキースがじゃあ正弘をトレードするかってでしないよ。そうですよね、うん、だからそう考えると、はい、なんか可能性もあるなあるなと思ってたんだよ。そうなんですよ、私はないのかなと思ってたんですけど、うん、でもヤンキースがあのもう途中からその右ピッチャーを取ったりとか、うん、あと有力視されたパドレスかなパイレーツかなもう右ピッチャー取ったってなったんで、うん、あれ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 ってまあまあ贅沢税もあるからね、はい、だからそういう意味では、うん、はい、楽天だと俺は給料は出せると思ってたんだよ。でまた出すと思ってたんだ。あれ日本球界最高に一気に落ちました、ね、いやそれなぜかというとさ、はい、やっぱりイニエスタっていうさ、はい、楽天は神戸に持ってんだよ、はい、ヴィッセル神戸を、はい、そこにイニエスタを取った時に、はい、32億から33億の年俸払ってんだよ、はい、これ三木谷さんのポケットマネーじゃないかって言われてんだもんねお小遣いってことだけど、だけど、はい、俺は経済効果を考えた時に必ずマー君はお金を出してでも取ってくると思ってたんだよ楽天は。楽天だったらそれが可能だと。いや可能だしマー君だから、うん、この経済効果を考えた時に、うん、絶対損はしないから。で実はそのイニエスタ選手、うん、経済効果がどうだったかというと1年間年間だけでも関西圏の効果が、うん、まあ、初年度ですよ80億円と大体試算されていて、うん、全国で考えると約100億円の効果があるというふうに関西大学の教授が資産を、まあ、出して、ね、まあだからポケットマネー出しても帰ってくるということだよ。それがどういうことかというと、はい、まあお客さんは確実に増えるよね、はい、かなり増えてるでしょ。4割増なんですよ。4割増でしょ、はい、それとそれに伴ってグッズ関係が売れるでしょ、はい、でテレビの放映権があるでしょ。毎回スポーツニュースでやってましたよね、うん、それと楽天にとっては楽天イニエスタみたいなイニエスタ楽天とかさ、はい、今はコマーシャル出てるからね。そうですね、だからその楽天のそのや、サッカーチームだけではなくて楽天の例えば楽天市場とか、うん、楽天モバイルとかそっちまで経済効果が波及していくってことですか。全然そうだよね。というかだからそういう意味では、はい、そんな高い買い物でもないわけよ。あの田中将大投手いやいやイニエスタもそうだけどイニエスタも、うん、はい、で田中将大がどういうふうに、はい、ね、経済効果をもたらすかというとさ、はい、まずはイニエスタよりもすごいと思うよ俺は。イニエスタ選手よりもすごい、まあ、そういやだって年俸は低いけど9億でしょ。しかもでプラス出来高、はい、でも田中マー君の知名度、はい、日本での人気、うん、考えたらイニエスタよりも大きいと思う。まず知らない方はいないですよね。いないよ、はい、そしたらまあ観客動員がっていうふうに考えるとさ、このコロナの中ね、はい、まあ、制限して始まるのかなとは思うけど、はい、ワクチンがねまだね全国に普及する前だから満員にはなんないとは思うけど、だけどもう経済効果が動いてるよね。楽天田中将大みたいな、もう楽天ってつく時代で楽天のコマーシャルになってるわけだ。しかも普通コマーシャルって企業側がそのメディアだったりにお金を払ってその CM だったり広告に乗っけてもらうじゃないですか。それが全部ただで楽天田中みたいな、まあそれは球団が思ってるメリットだよね。そうですね、うん、それとやっぱグッズも売れる、はい、ね、放映権も上がる。上がりますね。それはあるよね。はい、上がります。で田中将大を狙って中継に入る局はたくさんあると思う、うん。いやそうですよね、うん、それは高くなると思うよこれ、田中将大投手が投げる日とか、ま、例えばどのぐらいの1試合にして経済効果ってどのぐらいぐらいあるんですかね。いやそれはね、はい、コロナが関係ない時だったら、はい、まあ、
その楽天の球場が3万5000入るとするじゃない、はいはい、とまあ3万でもいいや、3万入ってくれて、はい、これ3試合あると、うん、まあ、大体10億ぐらいはあるだろうね。3試合で10億いくんですか？3試合で10億いくと思う。もう、まあ、グッズとかただ弁当が売れたり 食事が売れたりだとかいろんなことを考えて、まあ放映権も入ってくる、はい、まあ、昔ほど放映権が高くないから10億いかないかもわからないけど、まあ、だけどそれに近い数字は叩き出してくる、ね、3試合で10億ってことは昔ね巨人戦3試合やったら12億って言われた、放映権も含めて。すごいですね、そんなお金。いや超満員になり放映権が高かったから。昔そうでしたよね。高いんだよ、うん、はい、でグッズ販売だとかさ、はい、グッズとかいろんなものが売れて12億、まあ、10億から12億って言われたんだよ。でそれ考えると、はい、マー君が3試合投げたらもう給料ペイできちゃうんだよ。元以上のものが取れるってことで、ね、だからそのぐらいの経済効果があるんだよ。しかもあのよくスポーツニュースってその日の夜ハイライトで例えば15秒とか1分使うじゃないですか。で田中投手絶対に投げるときって絶対使うじゃないですか。当たり前だよ。放映権って15秒いくらとかすごい額が動いてるじゃないですか、まあまあ、それと、はい、まあ、例えば2月23日からキャンプに帯同するらしいんだけど、うん、はい、そうしたらもう帯同するたんびに帯同した瞬間から、まあ、その前からだろうけど、はい、マー君楽天マー君って言えばさ、ね、だってこれだってそうだからね、まあ、楽天のマー君って言ってるわけだから、全部今何秒に1回楽天って宣伝してますか。だからそういう意味ではすごいな、もうものすごく価値がある、まあ、人間を取ってきたというか。いやそうですよね、うん、あとこれ面白い記事なんですけれども、田中投手がヤンキースに移籍した時ってあったじゃないですか、うんうんうん、あれが2014年になるのかな、うん、その時に関西大学の大学院の教授が、うん、そのメジャーアメリカでの経済効果を試算したんですけれども、うん、田中投手で大体日米で347億円の経済効果があると試算し、うん、出してるんですよ、ね、まあ、347億円のうちのジャパニーズマネーは半分以上だね、はいはい、半分以上ってことは、それは何でかというと、はい、やっぱ放送するじゃない。しますします。マー君があれしたって言って、はい、そしたらもう他のテレビ局もメジャーの放映権を買わなきゃいけないんだよね、各局ニュースで使うにしても。でそれが入る、それはやっぱすごいよ、ガッとすればね。え、あの三木谷社長のポケットマネーで出し、ね、かもしれないですけど、ものすごい額にして帰ってくるっていう会社に。いや多分帰ってくると思うよ。すごいですね。すごいよ。変な言い方ですけど本当になんか美味しい買い物ではないですか、お得な。まあでもね、ことになるんですか。まあお得っていうよりも、はい、また楽天に帰ってくるっていうのがいいんだよね。意味があるしってことですよね。あの義理人情がね、はい、強い男というかさ、うん、しかもあの東日本大震災から今年でちょうど10年っていうこともやっぱりあったのではないかと、うん、まあ、それとあの石井監督兼 GM がさ、はい、やっぱ同じ道をたどってるっていうことだよね、はい、まあ、例えばそのメジャーに行って帰ってきて日本でまた活躍してるという、はい、まあ、そういうこともあのプラスに働いたかなっていうふうに思うよね。経済効果というよりもマー君の活躍をやっぱ楽しみにしようよ。今まで散々お金のことを言っておいて最後に活躍を。でも困ったのが巨人だよね。そうですね、ソフトバンク、この野郎ソフトバンクって言ってたのがあれ楽天かみたいな、ね、今度振り向かなきゃいけなくなっちゃう。いやそうですよ、だからもう敵がたくさんセリーグいっぱいね、パリーグ出てきちゃってるので、うん、でもパリーグはこれでまた強くなるよ。また強くなりますね、田中投手帰ってくる。だけどさ、はい、千賀とマー君、はい、山本とマー君、投げ合いですか。投げ合いとかさ、ああ見たい、まあ、石川もそうだよね、ソフトバンクの。いや見てみたいね。あとオールスターもそうですけど、交流戦にももちろん出てくるじゃないですか。もちろん。ということは田中投手と坂本選手の対決とか あるね。大野投手と田中投手同級生対決ある、ね、菅野もあるね。菅野投手もありますよね。いや楽しみだね。楽しみですね。いや経済効果以上のものがありますね。まあ経済効果も楽しみだけど、はい、日本が落ち込んでるからね。そうですね、うん、だけど、まあ、そういう純粋に言えば、はい、プロ野球としてなんかこう高度な投げ合いだとか、はい、なんかそういうものが見れるんでね、うん、まあ、楽しみにしたいよね。はい、はい。